こんにちは、ここはドイツの首都ベルリンです。本日の朝、夜行列車でロシア・モスクワから到着しまして、本日は一日ベルリンを見て回ることができるわけです。だからいろいろ見ていきたいものがあるなということで、最初に訪れたのはこちらでございます。見ていただいても皆さんもわかるかなと思うんですけど、これベルリンの壁ですね。私もね、生まれが1997年ですから、東西冷戦なんてのはもう生まれた時にはすでに終わっちゃってるわけですね。そんなやつがね、偉そうに冷戦語るんじゃねえよと思うかもしれないんですけど、でもすいませんね、せっかく来たからちょっと動画出させてくださいよというわけです。見たい方だけ見てもらえれば、まあ十分かなというふうに思います。このベルリンの壁ってそもそも何なのか、それから説明すると大変に長くなります。向こうでね、案内してくれてる人2人いるんですけど、今日は2人いるんですけど、その2人ずっと待ってるんですが、まあ、すいません、ちょっとお待ちくださいねということでして、まずドイツのその歴史から説明しないといけません。国家社会主義ドイツ労働党で、まあ、有名なですね、 N で始まって Z で終わるあの政党ですけれど、あの政党が、ドイツの政権を握っていたのも第二次世界大戦、それが、終戦と同時に終わり、そしてドイツはですね、東西に分割をされまして、それぞれ連合国の占領を受けるということになりました。日本もそういう風になるんじゃないかという風な説がいろいろ出ていたそうですが、日本はそうなりませんでしたけれど、ドイツの東半分、こちら側は東ドイツとして、ドイツ民主共和国という名前だったそうですが、ソ連が主にこれを占領していたわけです。そしてソ連の、まあ、監視下というか、その管理下にありました。対してドイツの西半分、こちらからこう半分に来て西半分についてはドイツ連邦共和国という名前になっておりまして、こちらは今度はアメリカ、イギリスなど、まあ、連合国の、資本主義、自由主義、側がそれを占領していたというわけです。このようにして、ドイツは東と西に分かれましたから、東側と西側にそれぞれまた首都もできるわけです。東側の首都はベルリンです。もともとドイツの首都はベルリンでして、継続してベルリンが首都となりました。ここでじゃあ西側の首都は何なのかというと、当然ベルリンを首都にはできませんので、西側の首都は別にボンという町を首都に指定して、それでやっておりました。ところが、ポツダム会議というところでですね、そのドイツの支配を、ドイツの支配をするときに、もうソ連とそれから、その他の、まあ、連合国のところで、分割をして統治をするということは決まっていたんだけれども、でもベルリンはまたベルリンで別に分割をするというふうな取り決めがなされておりましたので、ここに国境があって、ドイツの、東ドイツの首都ベルリンがここにあるんですが、これもまた2つにここで分かれて、東ドイツの中に西ドイツの支配している、飛び地があったんですね。ここに半分だけ西ドイツがあったというわけです。この西ドイツを西ベルリンと呼びます。これでまあ大体分かったかなと思うんですけれど、そういうわけで東ドイツと西ドイツのその境界がここにあって、もう一箇所の境界がここにもありました。なかなか特殊な構造です。だからそこにあったのがベルリンの壁といえば話は早いんですが、でもベルリンの壁は東ドイツと西ドイツに分かれたその瞬間に生まれたというものではありませんでした。まず東ドイツと西ドイツが分かれまして、当然国境はね、そう簡単に通れないように封鎖されるわけですから、東と西を行き来することはもう当然不可能ということになりますね。これが普通ですけれど、しかしですね、それがなかなか面白いことに、ベルリンの中では東ベルリンと西ベルリンの境目がなかったんですね。普通に行き来することができました。地下鉄でもって乗って、例えばあそこに今列車が走ってましたけれど、あの列車に乗ってですね、もう今このベルリンの壁の向こう側ですから、あの列車、鉄道路線などは普通にもうベルリンの東側と西側を今直通して走っているわけですが、まあ、あんな感じの乗りで、道路も普通に通っておりましたので、東ベルリンと西ベルリンの行き来はもう完全に自由となっておりました。そうするとどのようなことになるかというと、東ドイツと西ドイツの国境は確かに分かれていて、ここを行き来することはできないんだけれども、しかしながら西ドイツと東ドイツを行き来することがじゃあ不可能になるのかって、そうではなくて、あ、ごめんなさい、今間違えたこと言ったかもしれない。東ドイツと西ドイツの国境はここにあったんだけれども、でもベルリンの出入りは自由です。つまり例えば東ドイツの人が西ドイツに行きたかったらどうすればいいか、ここからここへ国境を越えることはできないけれど、ここから東ベルリンに行って出入り自由な西ベルリンに移動した後、西ベルリンから西ドイツに行くことができちゃったんですね。だからここで国境は封鎖されてるんだけど、事実上国境というものは封鎖されておらず、ベルリンを介することによって自由に移動することが可能でした。ちなみに西ドイツから西ベルリンに行く場合は、直通の列車、専用列車がありまして、途中のところで乗り降りをすることができない列車によって、西ドイツの側から、西ベルリンまで直行していけば、そこでまた直接降りればいいわけですから、まあ、そういったわけで特に問題なく西ドイツから西ベルリンまでの移動もできたということだったそうです。
ところが長い間続いておりましたその状況、まあ、確か東西分割をされて、ドイツが分割をされた後も、だいぶ10年ぐらいはそんな感じで、東西の行き来は割とお気楽な感じだったそうなんですけれど、それがですね、ついに東西の行き来ができなくなるということになりました。なんでできなくなるのかっていうと、それ東ドイツの側の経済発展があまり進んでおらず、対して西ドイツはどんどん復興して、経済大国にのし上がっていった、まあ、そんな状況、東西の格差が生じ始めたからです。そして、その社会主義をやっている東ドイツよりも西ドイツの方がいいよというふうに思う人が大変に多く、踏むようになって、東ドイツの人たちがどんどん西ドイツへとこう出ていく。それにあたってこのベルリンが利用されるということになりました。国境はここは抜け道というふうになっているわけですから、東ドイツなんかもう嫌だよと思ったらベルリンに行って、その後こう西ドイツへ行って、バン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 1日に500人ほどの大変多くの人が西側へ流出をしていって、もう人口の流出はとんでもないことになっていたそうです。そして東ドイツの経済はこのままでは崩壊してしまう。それをわけでソ連は様々なことを懸念しまして、そして東ドイツ側がついに残酷な手を打つということになったわけです。それまで一気自由だった東西のベルリンですが、突如ある日突然もうこれ以上の、東西の行き来はできないと突然に宣告がされました。それが、1961年だったと思うんですけどね、そして、もうこれ以上は通れませんよって言って突如有刺鉄線が引かれました。その話を聞いて、もう東ドイツの人たちは、東ベルリンに特に住む人たちは、これは大変だと、大急ぎでみんな最後のギリギリの駆け込み間に合えということで、大変に大急ぎで、西ドイツになんとか今すぐ亡命逃げるぞ、みんな一生懸命荷物をまとめて、大慌てで西ドイツの方へ行ったようですけれど、間に合わなかった人たちも大変に数多いということです。その時の間に合わなかった人たちの気持ち、さすがにね、ちょっと悲しいなというふうにやっぱり思うんですけれども、まあ、ともかくそういうわけで、この辺りに有刺鉄線が張り巡らされ、もう移動はできないということになりました。そしてそれからしばらく時間が経ち、このような大変頑丈な壁が建設をされるに至ったわけです。で、この壁なんですが、この壁よりも向こうが旧西ドイツだったのかというと、実はそうではありません。この壁は東ドイツと西ドイツの国境ではありません。実はこのベルリンの壁は二重に巡らされておりまして、ここにあるこの壁は手前側の壁、内側、というべきでしょうかね、内側の壁です。そして、もっと本当にもっと向こうの方にですね、西ドイツとの、実際のその境がありまして、西ドイツとのその境のところにある東ドイツ側のところに、東ドイツが建てたこういった壁がもう一つありました。だから内側の壁と外側の壁と、その間に広く空白があったというわけです。なんでその空白があったのかというと、この壁を例えば乗り越えて、そして西側へ逃げ出そうとするならば、その間の空白を通り抜けるようになりますが、そこの間は空白地帯、立ち入り禁止地帯となっていて、誰も人が存在しませんから、監視が容易なんですね。その70メートルぐらいあったそうですけれど、その内側と外側との壁の間にもし誰か人が来るということになれば、東ドイツのその軍だか警察だかのその手によって射殺されることになるという、大変に悲惨な、そういうことになっていたんだそうでございます。こうやって見てみると分かりますけどね、3メーターほど高さがありますから、ちょっとこれは普通に乗り越えていくようなことはまあ到底できないわけで、まあ、何か物など置けばね、簡単に越えられるんでしょうけれど、そんなことやったらたちまちもうその警備隊だかなんだか分かりませんけれど、銃で撃ち殺されてしまうんじゃないでしょうか。ベルリンの壁博物館があります。イーストサイドギャラリーだから東側のやつなんですかね。ちょっと見てみたいものです。この壁博物館の中はまだあまり撮影していないんですが、静止画の撮影になったらば OK ということで許可をいただきました。この立っている場所はもうまさしくベルリン の, その内側の壁と外側の壁とその間の空白地帯ということになっておりまして、この川もまたちょうどそのこの場合では壁の役割を果たしていたようです。東側から西側へ逃げるにあたって、この川もまた泳いで渡る必要があるという場合がありますから、実際にこれを泳いで逃げたという人も特にベルリンの壁 の, その初期には多く見られたようです。ただし実際には川を泳ぎながら、最初に逃げた人は川を泳いで壁の向こうを渡ることを試みたようですけれど、最初にその川を渡った人は銃で撃ち殺され、そしてこの川の中に沈んでしまったというふうに聞きました。他にもこの川の上に船のようなものを浮かべて頑張って向こう岸へたどり着いた後越えていった人とか、数多くいたようですけれど、そういった成功者はいずれもベルリンの壁建設から最初の5年間程度だそうで、1961年から89年まで壁は存在していたわけですけれども、実際にはその最初のわずか5年間程度しか成功している人はほとんどいなかったようです。
1964年の東京オリンピック開幕の直前には東京作戦とかそういった名前も付けられたそうですが、このベルリンの壁の地下に巨大な穴を掘ってしまって、そのトンネルの下からのこう抜けていって、うまく東側の西側への協力者と、それから西側のそのトンネルを掘る人と、協力をして合言葉東京を共にして、なんとか脱出をした人がいる。それが、最大の脱出劇だったとかいう話も聞いたことがあります。ともかくベルリンの壁が建設をされてからは、5000人程度しか向こう側へ行くことができた人はいなかったようで、またその脱出に失敗した人が多く亡くなったそうでございます。で、行ってきました。行ってきたんですけど、ただ、ね、この中撮影はさっき言ったようにできるということでしたが、ただあんまり向いているようなものではありませんでした。昔の映像とかの展示がメインで、ね、それを撮影したら多分ダメだと思うんですよね。著作権とかの問題があるから。だからその写真一個一個の展示物を写すということはできませんでしたので、残念ながら、まあ、あんまり中のことを皆さんにご覧に入れることはしなかったんですけど、でもね、何が良かったかって、冷戦じゃないや、ベルリンの壁崩壊とか壁が建設される時とか、その世紀の映像みたいなものね、こうボン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 といろいろこうテーマごとにですね、時代別に区切って出してくれてまして、あ、これが最初にベルリンの壁が封鎖された時かとか、あ、壁の建設はこういう風にやってたのかとか、あ、これが人が勘違いで、まあ後で説明しますけど、勘違いで崩壊してこのゲートが開いた時かとか、あ、列車がみんなしてこううわーとか言って、こうやって西の方から東ベルリンに列車に乗って人が来たのは、あ、このシーンだったのかとかね、そういう風なものを全部こう分かりまして、一連のベルリンの壁の、まあ、そのできてから崩壊するまでの流れを簡単に把握している人だったらば、まあ、私正直英語はあんま得意じゃないんで、まあ、見てもですね、相当時間かからないと読みこなせないから疲れちゃうんで、ちゃんとその説明はしっかりとは読まなくて、適当な何箇所かの説明しか読まなかったんですけれど、でもね、映像がとてもいい、あ、この映像この部分なのか、うまくまとめられていますね。とても良かったなと思います。入館料いくらぐらいだったかな、3人分払いましたけど、確か20ユーロぐらい、2000何百円とかそんぐらいでしたね。1人6、700円ぐらいでしょうか。ここにこんな風にね、これ壁あるんですけど、壁の内側のところにあったレストランでお昼ご飯ということです。私別に食べ物とか興味ないからね、出す必要ないかなと思ったんですけど、視聴者の皆さんがね、食べ物を出してくださいという要望が強いので、そんな見たいんだったら、まあ、こんな見て何が楽しいのか分かんないですよね。こういうやつです。これドイツのね、なんかソウルフードだそうで、カレー風味のソーセージ、辛くはないらしいですが、これはあとはなんかこんな感じのフライドポテトと、あとはまあ人参でしょうね、そういうやつとか。違う、これ違うんですが、スイートポテト。おー、じゃあ、おー、これも甘い。あー、なるほどね。甘い、なんかさつまいもみたいな味がします。それであとなんかこんな感じのこうビーフステーキみたいな、あとさっきにピザも注文したんですけど、あとこれなんかビールは安いんですよね、このビール。2ユーロぐらい。2ユーロぐらいってことは260円とかそんぐらいってことか。これで 0.4 リットルで260円ですから、まあ、安いですよね。すいません、ありがとうございます。あとピザも注文したんですが、大きいんですよね。ちょっと大きさが分かりにくいとは思いますけどね。でも普通の S サイズを頼んだつもりだったんですけど、 S サイズでも大きいのが来るんですね。そういうもんなんだな。大変だ、これは。美味しそうですけど、お昼ご飯を食べまして、またちょうど戻ってきて、そしたらね、塗ってました。これあれなんですね、このまんまだと剥げちゃうから、また定期的に塗り直し作業をやってるんですね。これは多分落書きというよりはもう芸術の一環ということで、むしろ奨励されている行為なのかなと思いますが、境界がよく分かりません。私もここで、ドイツは楽しいところですとか、マジックで落書きをしてっていいのかというと、多分いいことはないんじゃないのかなと思います。と思ったらね、こっち側に落書き帳エリアみたいなものもありまして、みんなここにいっぱい書いております。好き勝手なことをたくさん書いてあります。別に書いても問題ないんでしょう。みんなのこう落書き帳、オフィシャルな落書き帳というわけです。前では爆虫も打たれてます。日本では爆虫は禁止行為なんですが、別に問題ないみたいですね。皆さん大勢の人がおかけになっています。おかけになっています。あと椅子に座ってるみたいですけどね。さっきのやつね、なんかイカ様だったんじゃないかっていう説がありましてね、この辺確かに治安悪いんだなと思うんですけど、さっきのですね、なんか集めてて、それでお金をこう真ん中でぐるぐる回して1、2、3、4とか言ってたその人がですね、なんかある女の人が一人ものすごい大金をかけて、そしたらとんでもなくですね、なんですか、こう私のその特定の人一人だけが大勝ちをして帰るという、明らかにこれはおかしいんじゃないかと思うことがありました。そしてまた別に、あそこにいる茶色い髪の人がですね、耳の不自由な人にサインでもって協力してあげてくださいというようなことで、ああいうふうに声をかけているんですけれど、で、まあ、じゃあオンリーサインって聞いたら、イエスプリーズセンキューって言うんで、じゃあオンリーサインなんだろうと思って、サインだけしてやったらば、そしたらその後でですね、募金してくれって言うんですね。やっぱりそうだと思って、 No, I don't have cash at all、 すごいきつく言って、ようやくですね、人は諦めていなくなり、ただいまもまた他の標的を探して、そして今頑張っているところというわけです。詐欺も大変ですよね。あんなことするより働いた方が儲かるんじゃないかって気がするんですけれど、そのうち警察にしょっぴかれることでしょう。
リンの壁の前にはあまりにも多くの観光客がやってくるので、そういうわけで治安もあまり良くないようです。この人は頑張って絵描いてるのかな、ビールを飲みながらね。ベルリンの壁のいろいろ描かれている絵の中で一番有名なのがこれだそうです。一人が東ドイツの指導者ホーネッカーで、もう一人がブレジネフ、これ知らなかったんですけど、ソ連の共産党の、まあ、高官っていうのかな、あの上の方に立っていた人だそうです。もちろん東ドイツというのはソビエトのその大変な、まあ、なんですか、管理下といいますか、まあ、ソビエトのそのまあ関連の一国みたいな扱いでしたから、まあ、当然その指導者同士がこういう風に仲がいいというのは、まあそれはそうなんだろうと思いますけれど、誰が書いたのかは分からないんですが、まあ、そういうわけで、それをまあ皮肉とか風刺とかではないですけれどね、多分その、まあ、ソビエトとその東ドイツが密接な関係にあるよということを、こういった絵によって表現したんだと思われます。これが、大変な、このような人気というのかな、これをみんなが見てね、おじさん同士があの口づけを交わしているのを見て何か幸せな気分になれるとは思わないのですが、みんな一生懸命これにカメラを向けているという、ちょっとした異様な光景です。ベルリンの壁の名物であります。他にもいろいろあります。ちょうどただいま逆光ですからね、よくないんですけれど、でも一応絵が描いてあるのはお分かりいただけると思います。本当に誰が描いたのかよく分かんないそうですけどね、まあ、全般的にこんな感じで何を表現しているのかよく分からないものも多いのですが、基本的にどうもこれらのものは冷戦のその終結後に描かれたようです。おっと回っちゃいましたけどね、1990とか書いてありますから、東西ドイツの統一が89年、いや違いますよね、もうちょっと後ですよね。東ドイツがまだ存在している時点でこの絵はどうも描かれたようです。プーチン反対派による、これもまたベルリンの壁の絵の一つです。ブラッティ、これ随分とね、こうずいぶんあのプーチンに対するその憎悪が感じられます。一方で上では自分のツイッターかなんかでしょうかね、アカウントの宣伝がひっきりなしです。さっき説明した二重の壁についてなんですが、70メートルほど間がありますよみたいなこと言いました。ごめんなさい、それは私の勘違いだったようでして、割と近い感覚でありました。あちら側に2枚目のベルリンの壁があります。あれから向こうが西ドイツなのかな、いや川の向こうが西ドイツだと私は思っていたんですけれど、ちょっとこの辺りは違うのかもしれません。こちら側に内側の壁があって、こっちに外側の壁があります。この間のこのところを監視しておけば、まあ、そしたらもうとりあえずその脱走の見張りは簡単というわけなんですね。ところがトンネルを掘って頑張ってあの反対側に逃れたりした人たちもまたいっぱいいるということです。まあ、それはいろいろとですね、工夫が凝らしたんですけど、でもこういった壁が完成してからはもう全部逃げ出した人が合わせても5000人程度と、さっきも言った通りですから、やはりかなり厳しかったんだと。まあ、それはどう見てもそうですよね。逃げようとした人はみんな監視されて銃殺をされていたわけです。でそういうことをしなければ維持できないほど東ドイツの経済というのは、まあ、つまり脆弱だったわけですよね。しかし、まあ、それにしてもこんな、まあ、もうこのところに入ってるっていうのは多分市のエリアだと思いますけれど、そんなところにですね、こう堂々と入ってきて、YouTube に投稿するカメラを回して、それで金儲けみたいなことをやってるわけですから、時代も変わるもんですね。大したもんだと思います。また頭の悪い人たちはこういうところにですね、このような鍵をかけていきます。よく見るとそこには日本語なども記されているものがいくつか見当たります。まあそうですか、うん、これは禁止されてないのかもしれないですけどね。ただ私だったらその、まあ、多分、ね、お互いにその恋愛の象徴としてここに鍵をかけていくんだろうと思いますが、東西冷戦のそのシンボルたるベルリンの壁にこんなものをやっていこうとは私だったらちょっと考えないですけどね。でもこうやって見てみると確かにですね、立派な壁でして、ここのところにもずっとあっちの方にも、ね、また引き続き続いており、この道の沿いにはかなり長くまであっちの見えなくなるところにまでずっと一面の壁となっております。あんまりベルリンの壁ってちゃんとは残っていないようでして、かなりの数がもう解体されて、まあ、それはそうですよね。だってこんな邪魔なわけですから、どんどん解体されてもう今ではなくなって、こんなところにも壁があったんですよ、わからないところも多いということですが、このベルリンに関してはね、結構ベルリンというかこの辺りのエリアに関してはその昔の雰囲気をかなり思わせてくれるところがあります。ただその壁のすぐ裏側にも結構ね、あんな風にして建物も建っておりますけれど、昔はこの壁の裏側にも何もなかったわけですから、まあ、まさにここで行き止まりという感じ、そういう見え方が強くなっていたものと思います。ここには日本人が描いたと思われる絵もありました。日本地区への迂回路と書いてあります。まあ、何が言いたいのかよくわからないんですけど、浮世絵みたいな感じですね。平成2年90年、やっぱりあれが冷戦が終わって、まだ90年は終わってないですけど、終わったとは言い難いような頃ですけれど、でも大体まあそんぐらいのところでこういった絵がまとめて描かれ始めたようです。ここから先ちょっと人が少なくなってきますからね、まとめてずっと見えるんですけれど、
ここに絵を描く権利を誰が獲得して誰がこれを保全しているのか分かりませんが、さっきもあのドイツの絵みたいなのがちゃんと残されていて、ね、保全されているのが見えましたから、多分90年に描かれてからそのまんまではないんでしょう。ここに90年2009とか、まあ、そんな風にいろいろと書いてあります。最近も手が入っている跡があります。こういうところでやる観光客の定番といえばこれでして、でこれですね、これさっきですね、あの博物館で買ってしまったんですが、ベルリンの壁をね、あの買うっていうのがあるんです。あの東京でもたまに本物なのか偽物なのかわからないながらベルリンの壁というのがあの売られていることがありますが、まあ、ドイツではもっぱらの人気商品、売れ筋というわけです。こんなもんもらってなんか得するのかどうかはわかりませんが、まあ、ともかくベルリンの壁を買うというのは観光客にとってよくある行為のようですね。買っちゃったよ、私もまさか自分がやることになるとは思いませんでしたが、しかしそういうことをやる人は大変に多いそうです。ちなみにこれですが、あの5ユーロもしまして600、700円ぐらい、なかなかの高値なんですね。でこれはただ3つのこの石ころのかけらみたいなのが5ユーロですが、まあ、いつかもしかしたら手に入らなくなるかもしれませんからね。その辺になんか落ちてるんじゃないのって気もするんです、まあ、多分落ちてるでしょうね。ベルリンの壁の1つや2つ、それ拾って持ち帰りゃいいんじゃないのかという気はするんですけど、でも一応ですね、ここに証明書がついてますから、この証明書のありがたみもまたどの程度なのかなちょっとわからないんですが、まあ、とにかくですね、これあのさっき教えてもらったんですけど、サーティフィケーションみたいな感じでこれで書いてあるみたいです。あのドイツ語のそれに当たる言葉なので、うん、まあ、あの一応証明書付きのベルリンの壁を私も買ってしまいました。でこれ YouTuber やってなかったら買わなかったでしょうね。それは間違いないことですよ。これなんかね、あの頑張ってこれで持って蹴っ飛ばしてあのやればちょっとやそっとぐらい取れるんじゃないかって気持ち、うまい具合にひびが入ってますね。これなんか取れるかもしれないな、本当に。それはまあ証明書はついてませんけど、間違いなく本物のベルリンの壁を持ち帰るには、まあ、この方法がいいのかもしれないけど、ただそういうのってなんか禁止されてるんでしょうね。そうじゃなかったらみんな好き勝手に壊して自分でベルリンの壁を売ってしまうでしょうから。でも、うん、なかなか、まあ、コンクリートだから当たり前だけど頑丈なしっかりした作りですよね。それはそうですけど、しっかりした作りじゃないベルリンの壁なんか作られちゃたまんないでしょうからね。ここなんか随分ね、壁と壁の間が狭いわけでして、この空白地帯、これよりこっち側が西ドイツってことはないと思うんですが、どういうことなのかよくわかりませんが、あれなんか誰か夜な夜な知らない間に引っぺがして売ってるんじゃないのって気もしますけどね。ここにですね、1961から1989まで数字が並べられていますが、これはつまり、まあ、その一つ一つそれだけベルリンの壁の存在していた時期の長さを表現するためにこういう風にやってるんだろうと思います。ところが、というよりも、つい確か先日だったかと思いますが、ベルリンの壁が存在した時期よりも、その後ベルリンの壁が崩壊してからの時間の方が、ついに長くなったとか、そんなニュースを先日やっていたのを聞きました。私がベルリンの壁に興味を持ってね、どんなだったのかいろいろ調べたの、あのほら、なんだっけ、ベルリンの壁についてのあの、東ドイツの報道官の人が、あの勘違いがきっかけで、まあ後で喋りますけど、それで崩壊したとか、そういう話は私もしてたんですけど、具体的にその建設までに至る経緯とか、しっかり自分で改めて調べ直したのは、それがきっかけになりました。それまで世界史とかやらなかったから何も知らなかったんですよね。もうつまりベルリンの壁を知らない人たちも結構インターネット上なんかね、この動画見てる人多いと思いますから、まあ、そういうわけで私も偉そうにこんなことで講釈されているわけです。うちのチャンネルをご視聴くださっている主に40代以上の方は、まあ、ベルリンの壁が崩壊するような時もですね、もしかしたらあの生中継などでご覧になったかもしれませんので、そういう方にこんなこと言ってもまさに釈迦に説法ですから、そういう方はもうここまでですね、あのこんな偉そうなあの若造がいろいろ喋っているのを今までここまで我慢して見てくださっていることに、また改めてここでもう一度感謝申し上げたいと思います。さっきまで歩いてきたベルリンの壁はとりあえずここで終わり、これより先は普通に街が広がっております。もう解体されちゃったというわけです。だからこの先にベルリン東駅でいいんですよね。東駅って言えばいいんですかね、日本語だったらば。多分そうだと。そうですね、ありがとうございます。ということなんです。ここにベルリン東駅があって、まあ、一個隣 の、 あのこっち方面の駅からですね、ずっと歩いてきたんですけど、そこからまた電車に乗って別のベルリンの壁がある、もしくはあったところへ向かいたいと思います。大間さんがパッカパッカやっております。あれも法律上は日本では軽車両ということになってますけれど、交通の大いなる邪魔になっています。危なかった。ちなみにさっき適当なこと言っちゃいましたんで、一応皆さんに言っとこうと思うんですが、あのベルリンの壁の西側にギャラリーがあるのかないのかはちょっとよく私は分かっておりません。ただあの東側の方がギャラリーとして保存するには、あの政治的といいますか、まあ、何かそのメッセージ性として高いものがあるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと青信号の時間が長すぎましたんで、ね、危ないところでした。あ、短すぎたんだ。あのベルリンの東駅からちょっと電車に乗って、何という駅で降りたのかよくわかんないんですけど、3つぐらい行きました。なんだって、フリードリヒ・シュトラウ制度。
駅で降りたそうですけど、あのここにあるのはこれがね立派ですね。これドイツの国会議事堂だそうですよ。でもね、あの私ドイツ国会議事堂ってあのソ連軍に攻められてボロボロになった写真見たことありますけど、それとは違うから、まあ、少なくともあれ直したのかな、これあれとは多分違う建物だと思うんですけどね。多分これは戦前の建物とかじゃないと思いますよ。そうじゃなくて割と最近になって新しく建てたやつだと思いますが、まあ、大理石というのか分かりませんが、なかなか立派なの石でですね組んでありまして、威厳のある感じ。モスクワでもね、あのあれ見ましたよね、国会議事堂見ましたけど、あれよりも随分とこの威厳を出すのにいろいろと配慮したんだなという感じがします。これいつ作ったか知ってます？分かんない。でも戦前のではないんですよね、これ。ああなるほど、ありがとうございます。今日は若干風がありますんでね、一応少しだけ旗がたなびいておりまして、まあ、完全に旗が寝てるとなんともあれな感じなんですが、 EU 旗、まあ、ドイツが牽引してると言っても良い EU の旗もまた一緒に掲げられております。ドイツの国会議事堂も立派ですけどね、うちの国会議事堂もなかなか立派なもんだと思いますね。これ見てもね、日本の国会議事堂ってのはどういうところが魅力なのかな、建物の難しいんですけど、まあいいや、まあいいや、あの今回別に国会議事堂の話するわけじゃないですからね、これはこういうのがありました、パラッと参考までにご覧いただければよろしいかなというわけです。これ調べてみたらですね、もともとドイツの下院のその国会議事堂として使っていたらしいんですが、1933年にこれが燃えてしまってからはもうずっと使っていなかったというものを、これを東西ドイツが統一をされて、その後でまた、国会議事堂をあれでじゃあ新しく修復しようと、これ修復して、それで今ではドイツ連邦のその国会として使っているんだそうでございます。だからね、なんだっけ、何をとしたらまた忘れちゃったんですけど、あそうだ、あのまあ元々はあれですよね、あの国会議事堂も東ドイツだった時代には、まあ、必要のないような施設だと思いますね。多分東ドイツって、ね、国会とかそういうのなかったはずですから、だからあのそれまでは別に修復する必要もなかったんだけど、東西のドイツも統一をされたし、じゃあまた国会を作るかという時に威厳ある建物でやりたくてそれを直したということなんでしょうね。だからやっぱりあれは結論としては戦前からある建物ではあったようです。でも海戦の影響を受けなかったんですかね。1933年に燃えたってことは別にソ連軍に攻撃されてボロボロになったわけじゃないですからね。募金作業をうまいことを振り払いながら今はくぐっております。これがブランデンブルグ門というドイツ随一の名所だそうです。なるほど、ベルリンでも大勢いろんな人たちがですねこれに向けてカメラを上向けて掲げているのが見えます。これ別にあの今のドイツとかあんま関係ないそうで、もともとの多分ドイツ帝国時代に作ったやつなのかなと思いますけれど、それで作ったもの、あのこれもですねまた東ドイツ西ドイツが分かれていた時にはこのすぐ脇にですねベルリンの壁が通っていたんだそうでして、その時にはもうこのブランデンブルグ門を通るということは、まあ、基本的に想定されておらず、むしろここが雪止まりといったような扱いを受けていたようです。まあ、だからこの周辺にもまるで建物などは何にもなく、ただ建っていた単なる東ドイツのモニュメントという時代があったようですが、まあ、現在ではこのように通り抜けて多くの人が往来をしております。これもつまり東ドイツ西ドイツ分断の時代には見ることのできなかった光景です。そもそも東ドイツに観光なんていうことをすることがあったんでしょうかね、よくわかりませんが、上のあたりにですね、あの何かいろいろあの馬とかなんかいますけれど、あれもまたあの社会主義的な風にあのうまく作り変えられたそんな跡があるそうです。私は見てもよくわかりませんが、うん、汽笛一斉新橋を早我が汽車は離れたり、愛宕の山を切り残る月を旅路の友として、右は高輪千岳寺。